翔太君。どんな不死者も心臓を潰せばひとまず止まる。あとは最上級の術式で封鎖してやる。待て、カイト、そいつはまだ。なんだこれ。やべ。この野郎。こいつ、まさか心臓の破片を集めて再生してるのか。これは紋章状のマガマガしいオーラ。間違いない、マギアエレベアだ。マギアエレベア、そんな知っているようだな。究極の不死転生の秘宝である闇の魔法、並外れた力を得る代償として精神を飲まれるリスクを負うという近所。我々の理解によれば、この秘宝の使い手は史上2体しか存在しない。1体目は不完全体、闇の福音と呼ばれた女魔法使い。2体目は完全体、女の弟子で偉大なる魔法使いと呼ばれた男だ。マギアエレベアの使い手に3人目は存在しないはず。奴は一体何だ。いかん、あれは負の感情を吸って成長する。あんなガキに制御できるものだ。待ちなさい。ここがこの絵トータにとっての分かれ道となるでしょう。彼が人にあだなすものとなるならば、有給ホルダーが責任を持って討ち取ります。あなたたちに手は出させません。なるほど、こりゃ化け物だわ。こんなのがいるとはな。いいぜ、やりな。乾杯だ。戦いで死ぬなら本望だぜ。おおいおい、何やってやがる。バカが、それ引っ込めんじゃねえよ。うっせえ、今の俺じゃねえか。やめろガキ、せっかく気持ちよく終われそうだったのによ。何か気持ちよく終われるだ。やられる瞬間に満足そうに笑いやがって、気持ち悪いんだよ。てめえは俺が殴って止めるんだよ、このバトルバカが。